僕もこの賛美を捧げながら祈り心を持って捧げていきたいと思いますね。諦めない、いつまでもイエス様の励ましが聞こえてくる。試練の中でも喜びがある。苦しみの中でも光がある。主の御手の中で砕かれている。主の愛に包まれて輝く。試練の中